田中誠一は、日本の政治家、第25.26代松山市長。松山市出身。旧聖愛媛県立松山商業学校を卒業後、1945年、第11師団に入隊。終戦後の1946年、松山市役所職員に採用される。市民課長、企画管理部長を歴任し、助役を3回にわたり務める。 1991年5 0を狙う当時の現職市長中村時雄に対抗して出馬し初当選幸せ広がる街松山をスローガンにその後2期8年間にわたって松山市長を務めたその間四国市長会長全国市長会副会長にもついた車座行政の推進と好きです松山運動の展開を掲げ人情味のある行政を目指した 職員や周辺からの人望も厚く、堅実な姿勢運営は評価が高かった。社会基盤整備や福祉政策に力を注ぎ、全国平均よりも低かった松山市の下水道普及率を高めることに貢献した。一方で、松山城、二の丸庭園、松山中央公園や松山市役所前地下、駐車場などの大型公共事業は市民からの批判の的になった。 1999年松山市長選挙で中村時博に敗退し引退。晩年は表舞台との接触を避けるようになり、入退院を繰り返すようになっていた。生前、多忙が緊張感、高学心を膨らませる。仕事妙理に喜びを感じる。と語っていた。2003年4月8日に死去。76歳没。 田中が理事長を務める松山市障害学習振興財団が平成4年度に松山市立清水小学校分離新設に伴う事前調査として松山市山古志3丁目及び姫原1丁目で発掘調査を行った。ありがとうございます。